どうもこんにちは、テルチャンネルの佐藤テルマサと、佐藤かんチャンネルの佐藤かんです。今日は日産のトミカを紹介していきたいと思います。今回紹介するトミカはプレミアムトミカの日産スカイライン 2000GTR KPGC110 という車です。このトミカの番号は17番で、それでこの車はハコスカっていう車の後に発売された車です。この車はいわゆるケンとメリーが出てきた CM に登場した車で、ケンメリという名前がついています。俺のトミカも、まあ、あとこのミニカー、このトミカを使うときは対象年齢が3歳以上です。あとこのトミカを出しているのはタカラトミーの株式会社です。はい、カンナ紹介していいよ。俺のはダダン、アースランナーレオトミカと GTR トミカです。まあこれだけはこの会社、これも日産なんだけどね、 GTR。 じゃあ今度は R3 人型とか R34 型でしょ。これはスポーツカーですから、これはヒーロー車だから、ヒーローカーだから、ちゃんと壊れないようにして、もうアニメでもあるので、でこのアニメやってるところは東京の、東京の大阪です。はバカみたい、東京は東京で大阪は大阪だよ。分かった。じゃあちょっと俺はアースグランダー好きなので、これをちょっと誕生日に買ってもらいましたという話。一回切っていいの？はい。ちなみにこのトミカはイオンで買いました。このトミカは781円ぐらいです。それで普通のトミカはイオンでは300円ぐらいで売っています。ではこのパッケージとかカバーを取っていきます。はい、カバーを開けました。今度はこの段ボールみたいな紙のを開けていきたいと思います。それで熱しちゃうと思うけど、開けるとこのぐらいで、横にもトミカの本物のケンメリが書いてあります。タイヤも動くんだよね。動きます。乗っちゃったでしょ。あれ、アンケートを閉まっておいて、はい、開けました。この中から、ここにプラスチックのカバーが入っています。向かない。はい、開けてみました。この車はサスペンションがついてて、あと左右のドアが開きます。サスペンションついてない。この車は昔の車と違って、丸いライトと四角っぽい形がしてて、後ろはもう丸いライトで、ここに黒いタイヤがはみ出さないようになってるカバーがあったり、この車は今だったらミラーはここの、ミラーはまず左右の窓の周りにあるんだけど、昔はボンネットにあったみたいです。この車はホイールは軽トラとかトラックに使われてるみたいで、ここはガソリン入れたりするものみたいです。中は5人乗りです。この車はスポーツカーで、ナンバーは5ナンバーです。この車は排気量はだいたい 1300cc くらいで、
馬力は200にも至らないくらいのパワーだと思います。これで大体説明終わりです。かん、あとは説明ない？これはサスペンションついてません。あと音鳴るんじゃないの？音鳴ります。これもちろん電池いるからね。うん、いきますよ。いきます。左右でやるんです。ああ、おっさんの声です。終わり、そろそろこうなります。あとは OK、 説明は終わりでいい？ちょっともう一回やる。説明は終わりです。音が鳴る。これはなんとホビーに受け付けられます。他に変身する、お、変身するアイテムのおもちゃとかあるんだけど、それでハンドルとか売ってるんですけど、銃になったり剣になります。はい、このスポーツカーは、この GTR は普通のスポーツカーと違ってちょっと古っぽいところがあって、古っぽいところは丸いライトがついてるのが古っぽいところです。この車と見るとちょっと似てる感じがして、ここは昔からずっと同じですか。他にも説明ちょっとだけあった。この上で開きます。この屋根は開きます。本当は開かない。このミニカーは開かないけどね。うん、前はアニメでは開いてたけど、これもう最終回で終わっちゃった。もう終わってます。去年の終わってるね。アマゾンとかでこれは見えます。はい、回すこともできます。モーターショー。はい、この3台の説明が終わったので、この動画をもうちょっとで終わりにしようと思います。チャンネルと、テルチャンネルのチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あとカンナのチャンネル登録と高評価カンナもお願いします。じゃあまた次の動画で、さようなら。でもさ、ちょっとさ、好きなトミカがあったらコメント欄に教えてくださいよ。くださいねって。あった？うん、はい、終わっていいよ。はい、終わり。